どうも、爽やかごろでございます、今日はね、栃木県佐野にやってまいりました。佐野ですよ。はい、もう見てください、この大自然最高でございますが、やはり佐野といったらアウトレットともう一つ、虫じゃなくて、そう、佐野ラーメンということで、私ちょっと18の佐野ラーメンを食べに行ってみたいと思います。じゃあ行くよ。さあ、今回僕が行ったラーメン屋さんは佐野ラーメンハレルヤさんでございます。お店の裏にはね、でっかな駐車場もあって、まあ遠くからでもね、来やすい感じでございます。早速入店しました。店内もめちゃくちゃ綺麗です。さあ、まずはやっぱりこのシンプル佐野ラーメン、そして餃子がめちゃくちゃ人気みたいです。さあ、ということで、実は今回はこの佐野のね、特使もやってるカオちゃんにね、これ連れてきてもらいました。ありがとう、カオちゃん。このハレルヤさんは、なんかお仕事とコラボしてるんですよ、シールを作らせていただいてて、はい、激辛カオ麺っていうコラボして作っていただいてるんですけど、はい、それ頼んでいただくとシールがもらえる。ないですね。ああ、それもやってるからね、激辛カオ麺を食べようかと思いましたけど、今回シンプルなまずは、はい、もう佐野ラーメンを作っていただきたいなと。初めて生まれて初めての。何食べて生きてきてたの？ラーメン食ってるよ。佐野ラーメン食ってないんだよ。想像もついてない。なんか透き通るスープ系だっていう話を聞いてんだけど。楽しみに。楽しみにちょっと。あと餃子少し食わせてくれるから。生餃子美味しい。もうちょっと楽しみたいなと思っております。佐野の町ってどんな町ですか？やだ、そんな難しいっす。私今都内に住んでて、誰が隣に住んでるか知らないんですよ。はいはい、顔も見たことないし、はいはい、だけど、うん、飼ってるワンちゃんの散歩とかすると、はじめましての方々でも、うん、こんにちはとか、可愛いワンちゃんですねとか、なるほど、話しかけてくださるので、気温だけじゃないぞと、暑いのは。確かに暑いですからね。人はあったかいよね、うん、でご飯ももちろん美味しい。美味しいです。名物のやっぱ一番がこの佐野ラーメンだと。そうですね、いろいろありますけど、芋フライ、それ気になるんですよ、芋フライ。来てからずっとゴロさん、うん、どこが美味しいのかおじゃんって、あの音響さんにもどこが美味しいんですかって聞いてて、一応さ、そのこの後出る時にちょっとそういうネタになるようにとどっかで食べてきましたっていうのがいいですからね。あと最近は黒唐揚げ。何の味なんですか？ソースかな。ソース、想像つかないもんね、ソースの唐揚げって、うん、もう間もなく来るからラーメン、めっちゃ楽しみやな。想像つかないからな。いや、え、本当に食べたことないんですか？全くない。だ、想像もついてない。なんかなんでラーメン食べてるのに佐野ラーメン、東京で佐野ラーメン食べてるの？楽しみだな。うなるね。気になるスープは透き通る感じでございます。そして麺は縮れ麺、そんな感じでございます。いただきます。スープの方もやばそう。
しい。これはうまい。おいしいですね。うまいですね。これはこれノーマルのめちゃめちゃうまい。うんうん。これはうまい。マスター最高っすね。いや本当美味しい。スープ最高うまいな。じゃ麺も。うん。ふー。ふー。平打ちのちょっとこれ柔らかい系だけどコシもある感じ。めちゃめちゃチャーシューです。うん、程よく脂もあって、うまい。餃子。さあ続きましての餃子、これは実はめちゃめちゃ楽しみにしておりました。なんかマツコさんの番組で佐野の餃子がめちゃくちゃうまいってやってたんですよね。うわー、もうこのブリブリ感たまんないっす。早速いただきます。感想は？皮最高だね。分厚くてブリブリ、うまっ。よいしょっす。めちゃくちゃうまい。さあということでいただきました、ハレルヤさん。これ僕の正直な感想言っていいですか？はい。辛口っすよ。はい。激うまでした。やったー。本当美味しくて。そうなんですよ。なんだろう、僕と一番の感想は本当に近所に欲しいなって思う、うん、なんかコラボしてるからとか、抜きで本当に人様におすすめをしたくなる感じ、ね、いやこれ佐野来たら絶対行ってください。というよりも大人から多分お子さんまで多分好きな味だし、まず嫌がる人いないだろうなって思うぐらい美味しい。で僕は特にもう餃子たまんないですね。すごいワーキャー隣でめっちゃうるさかったいやもうね、ごめんなさい、すいません。でも本当美味しかったから、これまた来る機会だったら絶対、行きたいなと思うんで、皆さんもぜひ行ってください。ハレルヤさんでした。じゃあ帰りましょう。この後ライブ頑張って。俺ら仲間だろう、一緒に笑っただろう、共に泣いただろう、ずっと頑張って。